参拝していきたいと思います。牛が、鹿かな、鹿なの、なで鹿、なで鹿ですね、なで鹿、鹿をなでてってくださいと。あ、それで鹿なんですね、あの手水も。これはなでてくださいと、両方なでたらいいかもしれないね。ちょっとなでていきますか。ちょっと長って感じがしますけど、ほとんど取れないんですよね。なんかその奥のところに行くとき本当にトイレに行ってからの方がいいですよ。あと雨濡れてるとき気をつけてくださいね。石段でも結構あの靴によってはつるんと行くんで。写真を一生懸命撮ろうとして後ろ下がりすぎて危ない目に遭わないように気をつけてください。私も何回かあります。実は写真撮ろうとして危険な目に遭うて、御朱印が向こうでお守りがこっちなんですね、分かれてるみたいですね。参拝点です。まっすぐ見えないですね。なんで こちら本殿ですね。と今屋根しか見えないですけど、前にはねこの辺が見えるかな、この辺から狛犬さんが見えますね、はい、ちょっとあれですね、武田家氏狛犬さん、逆側のやつはちょっと映るかどうかわからないんですけど、ちょっとグラグラ行ってみたいと。あとで多分こっちがずっと行くとあの奥風のところに来ると思うんですけど、今ここに来る、あ、人が始まっちゃいますね。はい、こちらが本殿ですね、4つ同じ作りのものがあって、で橋があって分かれていると、ちょっと角度的に行けるところがほとんどないので、ね、申し訳ないんですけど、あとこちらにですね、こっちかな、狛犬さんで緑色の狛犬さんですかね、昔の狛犬さんがいるみたいです、はい、珍しい光景かもしれない。